いやーものすごいねこりゃ。世界選手権の見送りというより猪熊やわら争奪戦だな。やっぱりこの3社のどこかが猪熊をものにしそうだね。最下位第一なんてまずありえないんじゃないの、日刊エブリーさん。最下位第一はありえない。だけどこの3社に入社もありえない。テレビで応援してますから、お土産忘れないでね。だけど藤子さん、よかったね、一緒に行けて。強化選手だけど。か、一体何すんの正直言ってホッとしてるの。もし出場が決まってたら今頃ガタガタ震えてるわ。それにお楽しみが増えたのよね、猪熊さん。ん？え？何？シンガポール経由。それも乗り継ぎの関係で一泊して買い物する時間もたっぷり。いいなあ。私も世界選手権に出場すればよかった。お土産絶対忘れないで。どいてください。あ、通してください。藤子さん、花園さん、いよいよ出発ですね。藤子さん、やる。いよいよって言ったって、私はただの強化選手だもん。いえ、強化選手に選ばれただけで大したものです。それに引き換え自分のなんと不甲斐ないことか。あ、今度行くときは二人とも代表選手としてね。もちろんであります。二人きりにしとこ。ん？でも未だに信じられない、あの二人が付き合ってるなんて。男と女ってそういうものよ、やわらちゃん。あ、そうだ、鶴亀トラベルさん来てくれてるかも。まったく、なんでもっと派手に横断幕の一つも作らなかったんだ。申し訳ありません。見ろ、他の会社のド派手なことを。申し訳ありません。社長、猪熊さんです。申し訳ありません。猪熊さん、頑張れ。これ見なさい、全然気づきもしない。申し訳ありません。ちょっと待ってて、あとディオールの香水も忘れないで。わざわざお見送りありがとうございます。頑張ってください、テレビで応援しております。ああ、それからこれつまらんものですけど持ってってください。こんなお気遣いまで。いえいえ、本当につまらんものですから。頑張って金メダル持って帰ってください。はい。やわら、何を油売っとるか、出発じゃ。はい、それじゃ。ん、あの連中どっかで見たな。そう、なんじゃこりゃ。あ、おじいちゃん。おお、梅干しじゃ。うまい。東ヨーロッパでは日本の味が恋しくなります。召し上がってください、真心の鶴亀トラベル。そうやってそそのかされたのか。松田さん、私そそのかされてなんていません。あ、松田、いいとこへ来た、荷物運べ。こんなにいっぱい何を持ってきたんですか。食べ物に決まっとるだろうが。そそのかされたなんて。うわ、誰がそんなこと言った。言いました。そりゃ言ったかもしれないけど、俺は。まあいいや、続きはユーゴスラビアで話そう。俺もお付け行くから。話すことなんて何もありません。松田さんだってどうせ取材が忙しいでしょうし。そんな。うるさい、さっきから何をぐちゃぐちゃ言うとるんじゃ。ちゃんと荷物は運ばんか。ったく、分からずや。
ましたね。勝ちますよね。勝つとも、絶対に勝つとも。無理なんだぞ。旅行代理店に就職して親父さんを探そうったって、親父さんは今さやかのコーチなんだぞ。ああ、いけない。どうした。こっちのバッグ頼むの忘れちゃった。松田さん、買ってきて。自分で行って買ってこい。資料持った。英会話の持った。よし、買い物に行くぞ。何、試合日程は重量級から始めて軽量級へ、そして最後に無差別級じゃと。そうなんです、男女とも。ですから48キログラム以下級と無差別級が同じ日になってしまったんです。なるほど。かも。でどうするね、監督。どうするって、我々も48キログラム以下級と無差別級両方に出場してもらいたいですよ、ヤラさんには。しかし同じ日に2階級は無理です。無理なことはないぞ、ヤラにはな。いや、しかし無茶です。ま、なんとかなるじゃろう。大林はどうでしょう。大林に無差別級は荷が重いに。じゃあ高部陽子でいきますか。藤子さん、寝ないの？うん、それがね、この席、リクライニングが壊れてるみたいで。変わってあげるよ。大丈夫、大丈夫。猪熊さんは試合に出る大事な体だもん。本当に大丈夫？うん。辛くなったら言ってね、変わるから、ね。うん。Yeah.
Japanese? Yes! Teresuko-wa... Yawara. パラララララチャン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 パラララララチャン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 ユーゴスチャン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 ラビアよチャン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 美しき青きドーナウチャンチャチャン。藤子さん、踊ってないで走ろうよ。でも残念だわね、ヤワラが無差別級出ないなんて。ごめんね、ジョディ。無差別級と48キログラム以下級同じ日なんだもの。48キログラム以下級やめにして無差別級だけ出るといいね。そうもいかないわ、全日本チームで決まったことだもん。ヤワラと試合できないなら私も72キログラム超級一本に絞るだかね。テレシコは驚くだわよ、ヤワラと戦うため無差別級一本に絞ってきたね。大丈夫よジョディさん、猪熊さんなら2階級立て続けなんて全然減っちゃうよ。藤子さんたら人事だと思って。おや、藤子は出ないだかね。そう、気楽なもんです。藤子さんたらね、すっかり観光気分で日本で待ってる彼にお土産ばっかり買ってるのよ。やだもう、猪熊さんたら。そういえばジョディの旦那様はいつもコーチとしてぴったり一緒なのに。今回ダーリン来れないね。カナダの怪力選手権に出とるのよ。おかげで毎日国際電話でお金かかるね。私も毎日手紙書いてるんです。ダーリンよく食べるね。私留守する。美味しい料理食べさせてあげられないね。花園さんも私の料理美味しい美味しいって言ってくれるんです。おう、藤子の彼氏もよく食べるとね。ええ、花園さんたらこの間もおにぎり20個食べて、ゆで卵20個食べて、牛乳20本飲んでケロッとしてるんです。よく食べる男に悪い人はいないとはさ、藤子幸せ者ね。やだジョーディさんってば。いいな、みんな彼がいて。やった猪熊さん。そうだわよ、やわらには松田がおるだがね。あら、まあ、え、なんだ猪熊さんたらやっぱりそうだったの。松田さんとは何かあると思ってたのよね。何にもありません。まだそんなこと言うとるのだかね。もう少し素直にならねばいかんですわ。やだ二人して、関係ないわあんな人。何言うとるだかね。松田の柔らを見る目はただごとではないだわさ。ただごとじゃなかったのね猪熊さん。どうせ松田今回も取材に来とるね。私ら二人でちょいと手を貸すだわよ藤子。異国の地ってロマンチックにさせる何かがありますもんね。ちょっと、もう関係ないもんあんな人。順調に仕上がってますでしょ猪熊先生。ん、ああ、時に監督よ、無差別級は決まったのか。それがまだ。
こう見渡せば一番調子がいいのがおのずと目に飛び込んでくるわ。やっぱり山田さんの動きの良さが目立ちました。さすが全日本女子監督、いいとこに目をつけちゃおろう。はっ、いや、これはどうも。しかし同じ日に2階級はいかに山田さんでも、ま、ゆっくり考え、無差別級のエントリーは試合の前日でいいのじゃろう。はあ、ところで先生、先ほどから何を書いてらっしゃるんですか。サイン本じゃ。外国選手どもが寄ってたかってわしのサインを欲しがるもんでな。あんたにも一冊やろ、柳沢サイン。ほい。ありがとうございます。ほんで次はサイゼンバッハーさん、じゃやこしい名前じゃな。でもって次がエアトンダシルバさん、すごい、猪熊さんますます乗ってきたって感じ。痛くなかった藤子さん？いよいよ明日大会初日、みんなピリピリしてきたわね。工作がいなくても私一人でいい仕事しちゃうんだから。ああ、だけど私も山形へ行くべきだったかしら。いつかはお父さんと呼ぶ人が倒れたんですもの。ここは一つ工作のために仕事に生きるわ。ああ、これはすごい。勝手に取ってんじゃなんやろ。怖い、ピリピリどころか火山爆発寸前ってか。何か言った。いえいえいえ、言わない言わない。あんまし怖くない人とろっと。あ、いたいた、のんきそうな二人が。はい、山田ちゃん元気？クリコさん、ミカエブリーのカメラウーマンさん、こんにちは。何探してんの？いいえ、別に。工作なら来てないわよ。え？松田さんが来てない？いつも猪熊さんの試合には欠かさず取材に来てたのに。もう冷めちゃったんじゃない？工作冷めちゃった？何しろやわらちゃんはもうスーパースターになっちゃったでしょ。工作って熱しやすく冷めやすい性格だからね。来てないんだって残念だったわね。猪熊さん、これってチャンスかも。恋がたきを叩き潰すチャンスかも。日本の皆さん、こんばんは。こちらはユーゴスラビアベオグラード市のピオニール体育館です。いよいよ世界選手権開幕ですね。解説の山下さん。そうですね、いい試合を期待しています。さて、女子の部 72kg 超級準決勝からご覧いただくことになりますが、日本の東堂、ここまで残ってますね。頑張ってますね。ソビエトのテレシコワが無差別級一本に絞ってきましたから、カナダのジョディ・ロックウェルが 72kg 超級では最有力ですが。発射！スッティケ、トド！お前がメダルを取れば全日本チーム全員気が楽になるぞ！トドさん！ベスト体重をオーバーして不調が伝えられるトドですが、いかがですか山下さん、ここまで。1回戦2回戦となかなかいい動きですよ。しかし対戦相手は今回初めて世界大会に出場してきたため、まるでデータがないキューバのマルチネスです。はじめ！あら！ドーンだって、私やっぱり出なくてよかった。ちょっとこっちは来い。猪熊先生言いたいです。いいから来い。冷めちゃったのよ。間近で見るともっと怖い。アンドゥトラオや
やってみ。は？お前が東堂になったつもりで、あの招き猫とかいうやつに技をかけるタイミングを言うてみ。もう一遍やってみ。おい、ここだわ。アンドゥー、マルチネスの小外刈り一本、トドを破れる。この大バカタリが、お前も一本負けじゃ。こんなこっちゃメダルを下げて日本に帰れんぞ。え、メダル？なんだよ、いきなりトドが敗退かよ。先が思いやられるよな。工作なら来てないわよ。冷めちゃったんじゃない？工作って熱しやすく冷めやすい性格だからね。